はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガ3リマスター版、続きをやっていきたいと思います。現在ですね、キドラントにおります。で、キドラントといえばやっぱり蝶々イベントですね。ここにいる蝶々のイベントを進めていきたいですけれども、まあその前にね、ちょいちょいグレートアーチの財宝の穴で稼ぎをしましたので、そちらをご覧いただいて、蝶々の方に向かいましょう。蝶々はこの一番右上のところにいるので、こいつですね。町のそばに住み着いた怪物に生贄を捧げればならんのです。町を守るためとはいえ、あなた方怪物を退治していただけませんか。お礼は十分にさせていただきます。お礼とか言ってるけどさ、一応こっち皇帝なんですけど、どれだけのお礼をいただけるのか。生贄の穴、じゃあ行きましょうって言うと入り口が塞がれるという、まあ恒例の有名イベントですね。おい、何をするんだ。怪物を倒してきたら開けてやるよ。最初から私を生贄にするつもりだったな。何か言ったかよく聞こえんな。町のためなら頑張ってくれ。貴様喧嘩、あかんな、あかんな、こんなこと言うんだ。っていうかさ、怪物が生贄をよこせって言ったのかね。そこなんか謎だよね。ま、戦闘はなるべくしていきましょう。あ、そうか、あとここら辺の極意を取得したいんで、まあ、技はちょいちょい使いながらやっていきます。エレンはもう覚えてるやつは全部極意取得したかな。今使ってるやつでいいんだよね。ちょっと見よう。ミカエル、あ、そっか、ミカエルも、まあ、ハードヒットは棍棒なんで、てか棍棒いいか、ちょっと分かんなくなるから封印しよう。極意を取得するか再びひらめくまで使用できません。まあいいよ。で、失礼剣まだでしょ。パリーもまだか。切り払いは見切りなんで、で、サラは使ってない。で、ノーラはハードヒットでいいでしょ。ちょっと二段突きも封印しちゃおう。トーマス、何にも極意を取得していない。で、エレン、この2つでしょ。 OK、ま、全員倒すわけではないので、普通になんか近くに来たらやっていこう。こいつを倒す。失礼剣、失礼剣は1だからね、まあ、使いやすい。ハードヒット3って結構減るんだよね。石突きはそもそも0、ゼロの理由がよくわかんないんだけど、普通に攻撃するのと石突きってどっちが強いんだろう。あ、石突き覚えた、覚えたっていうか極意取得したので、トーマスはじゃあ別のでいきますか。右から入っていこう。あ、これ骸骨宝箱分かるようになってんだね。なんかスーファミ版は形を見て判断しなきゃいけないけど、今回は光ってる。じゃあどうしようか。
足払いとかはな、やだな。風車もちょっと癖があるから脳削りでいきますか。でここはこれだけかな。じゃあこの黒い物体とも戦っていくか。敵の数はなるべく多い方がね、みんな攻撃できるから。まあ、こっちの戦力結構あるから敵が弱くなってきたね。ノーラまで回ってこないし、お、結構多い。これは全員攻撃してくれるから、なるべくね、全員攻撃していただきたい。下道剣、これ毒になるんだよね。毒になったし、ノーラが遅いな。素早さ、まあ、腕力高いからね。そりゃさすがに全部のパラメータが高いってわけにはいかないでしょう。おお、ここも宝箱がわかる。この骨、ちなみに骨の形違いわかりますかね。今戦闘入っちゃったけど、この戦闘が終わったらちょっと見てみよう。スケルトン弱っ。この下向いて、これ多分取るとこういう形になる。前はね、その形だけで判断しないといけなかったんだけど、まあ、形さえ覚えちゃえばね、全然わかるんでいいんですけど、だこれの形とこれの形がちょっと違うじゃないですか。だから取ると形がなんかこう崩れるみたいな、そんな感じ。棍棒ってノーラが装備してるやつだよね。あ、一緒だ。攻撃力20超えのものが欲しいな。そう考えるとやっぱミカエルの最初の装備品ってめちゃくちゃ充実してるんだな。ちょっと初めてミカエルやってみたけど、これはマジ初心者におすすめですね。本当に装備が強い。ここは左が正規ルートかな。遠当てとか遠距離攻撃なんか覚えたいよね。いや、遠当て自体は多分ゲ63も食らう、覚えらんないと思うけど。敵が弱いからね、強い敵じゃないとひらめかないんで、そもそも。まあ、だからね、その強い敵を、固定敵を師匠と崇めるんだけど、退却はね 100% できるんで、逃げられない敵じゃない限りは退却してひらめいて、退却してひらめいてみたいな道場に入門すると。こっちは特に何もないか。下の方はもうそろそろなんか1ランク上の敵が出てきてもやり合える気がするんだけどね。これって何で決まるんだっけ。戦闘回数だっけ。戦闘回数っていうかヒットポイントで決まるのかな、ちょっと分かんないけど。で、退却した戦闘に関しては戦闘回数に含まれない、そんな感じだっけ。ロマサガ2は退却も戦闘回数に含まれるから、退却しまくってると敵だけが強くなっていくっていうね、そういう現象が起こるんで。でロマサガ3はそれが改善されたはずだから、え、結構スカルな。そして死にそうだ。強い、400とか。え、あいつ月に弱いの。女子失礼剣は覚えたと。
ゃあユリアンはもう次だな。ここら辺はタクルの子はないよね。なんかこれちょっと光が差してるけど何にもない。ユリアンどうしようか。あれ十文字切りは覚えたよね。なぎ払いとかになる。ちょっとなぎ払いにしよう。この戦いゲー、あ、なぎ払いって極意取得してるんだ。見切りの極意じゃねえ、普通に見切り。見切りの極意はね、見切らないといけないからね。それが辛いんだよね。ちょっとユリアンの技を見ます。霞二段、あ、なぎ払いも覚えてんじゃん。であとパリだけか。ゲーめんどくせえのばっかりだな。パリとか、まあ、トーマスの風車もそうですけど、狙われる陣形でいかないとね、ちょっとやりづらい。ゲースタンした。見切った。だから1回で見切って極意を取得してくれると超楽。十文字切りとか空とか。パリーは使いたくないから、あとじゃあ攻撃でいいや。まあ、骨は斧に弱かったっけ。あ、ロケットに動いた。ハードヒットも動いた。オッケー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 。でちょっとノーラどうする。じゃあノーラも大丈夫か。あとトーマス、風車、風車やるか。ってことは陣形変えよう。ちょっと普通の敵だったらそんなに気にしなくていいでしょ。デザートランスだっけこれで。トーマスを最前線に送り出すと、これで風車が生きるはず。でカウンター技が1回しか発動しなかったような気がするんだよね。ただトマサガリーユニバースはもうそのターンずっと発動するけど、ファイアボールはさすがに無理。凝視も無理でしょう。まひった。妖怪液も無理だな。特に何もすることなく終わった。普通の攻撃してこいよ。で先へ進んで一応セーブしておくか。ここ下にしとこう。さあ来い。ネズミ超いっぱいいる。逃げよう。あ、火星の砂じゃねえよ。退却、さよなら。これではダメだな。本当にネズミに食べられてしまうぞ。なんとかしてここから出ないと。ということで帰りましょう。さてあかんなということで、誰かそこにいるの、生きてるの。あ、生きてるぞ。ちょっと待ってね、今開けるから。すまんな、助かったぞ。偉そうだな。どうして助けてくれたのだ。私の大好きな人は冒険者になるんだと言って旅に出たんです。彼のことを考えると、いくら町のためでも冒険者の方たちを犠牲にするなんて私には。君に思われてる男は幸せだな。その男の名前はポールと言うんです。ポール、え、ポールをご存知なんですか。どこで彼に、元気でしたか、何をしていましたか。捕まってたよ。元気だったぞ。ふるさとのキドラントに帰ると言っていたぞ。本当ですか、ポールが帰ってくる。ありがとうございます。あなた方をお助けして本当によかった。さよなら、お元気で。ニーナ、君も元気で。クソ、ポール絶対許さん。こんな可憐な少女置いて旅に出るとは。キドラントに帰る前に仕留めてみせる。ちょっと一回寝よう、スパイクで。宿屋どこだ。ここか。
6オーラムってつまり何円なんだろう。このねネズミ退却して戻ってくるっていうイベント一番最初分かんなかったからね、結構パーティー鍛えて全体攻撃を覚えて無理やりネズミ倒してたからね。で起動の後にもう一回行くんだっけ、町長のところに行こう。おいこの野郎かわいそうだがニーナに生贄になってもらっただけこいつ基本的にひでえな会話が、それだけかい。で教授の森に行きましょう、まあ、教授の森というか西の森。なんか風車が全く発動しないんだけど、どういうことこれ。ただ攻撃されるだけじゃダメなの。教授の館助けてくれ教授。またいらしたのね、アルジャーノに会ったのね、ひどい目に遭わされたでしょう。退治する方法はないのか、これを使うといいわ。猫いらずこんなものが役に立つのか。当然でしょ、相手はネズミよ。この天才の言うことだから間違いないわよ。よし使わせていただこう。あれ塞がってる、そうかまた蝶々これ動かしたのか、っていうかニーナもこれ動かしたんだよな、すげえな。では入っていきましょう。というわけでじゃあアルジャーノン再び行きましょう。ニーナをどうした、貴様らがさっきからかじっているのは。一応トーマス前線に置いておこう、風車を使うために。マジで風車発動しないんだけど、てか猫いらずってどうするんだっけ、勝手に使ってくれるんだっけ。だから最初はちょっと分かんないから適当に攻撃をしておく、1体ずつ攻撃をしておこう。何体いるんだっけ、1、どこどこ、次これ、あすげえいっぱいいる、全然分かんねえわ。スネークショット、ラットフィーバー、結構強え、やべ、あ当たった、えちょっと どうなってこれ。猫いらず、どれだ、ちょ分かんねえ、早えんだけど早くて分かんなかった。攻撃しとこう、手前ではなかったかな、え、マジでどこだった、ここ、ちょっと待って、ここ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 か、上の方なんかなかった気がするんだけどな、ちょよく見ないと一瞬でなんかどっか行っちゃうんだけど。スカルクラッシュ、分かんなかったから攻撃は分散させます。スネークショット奥にやればさ3体いくのかな。猫魂見切った、これラットフィーバーが強いんだよな。てかミカエル回復させればよかった、あ上、ちょっとどこだった、猫やつ、あ一番下か、一番下、てかちょっとやばい、ここでミカエルはちょっと回復に入ろう。やばい人が今2人いるんだよね、ミカエルはねこれを持ってる、パワーヒール。とりあえずトーマスだな、前線にいるから、しかも毒だし、ここのターンで型をつけたいな。最初ちょっと分かんなかったのがかなり痛い、100か、まあまあまあ、おいミスるなよ、
この大事な時に。あ、前か。最悪虎穴陣にしよう。やっぱ虎穴陣がねかなり安定、防御体制に入るからね、行動は遅くなるけど本当にそれがいい。これどうやってヒットポイント、みんなのエレンとノーラがかなりやばいな。ちょっとトーマスは前線で頑張って、前線で頑張るようなキャラじゃないしね。ラットビルはマジやばい、3人死んだ。起きろ、一番左下か。てかミカエル全然食らわなくね、かなり元気なんだけど、なぜか理由はわからん。でノーラを蘇らせるか。起きろひどいよな。でラットフィーバー食らってから起こしてほしかったけど、まあいいや、無事倒した。ラットフィーバーがやっぱ脅威だね。斧の根本はフェイントの見切り。ニーナすまんな、私たちのために君が犠牲になるなんて。うるさいぞ、ほっといてくれ。ニーナ、てっきりネズミにかじられたと。どこもかじられていません。この穴に入れられるとき、懐に骨付き肉を隠してそれを投げつけて逃げたんです。てかさ、奥まで行かなきゃ大丈夫じゃね。モンスターかネズミかって言ったらどっちが凶悪なんだろうね。ネズミの餌になっていたわって。これでもう生贄を捧げる必要もない。それでは帰ろう。ちょっと町長のイベントが変わってるみたいなんで、セーブをしてから町長見てみましょう。まずニーナに話してみよう。結局ポール帰ってきてなくね、お元気ですか。それだけかい。町長、貴様は許さん。私が町長です。報酬をよこせ。一発殴らせろ。用はない。報酬って何くれるの。なんだ、金が欲しいのか。俺くれてやる。ふっとか言ってんだけど、私が町長です。本当に肝の座った町長だ。一応1万円になってんだ。金か。あまり使わないからね、ミカエルに関しては金を。一発殴ってみよっか。ちょっと一発殴ってみよう。殴りに来たぜ町長、貴様は許さん。一発殴らせろ。ひーどっか行ってしまった。私が町長です。2階は、え、この人たち町長家族いたんだ。これ家族だよね、こいつ子供だよね。だーとかろくな大人な、いた、復活してる。私が町長です。ふがなくなってる。こいつどこ行ったんだ本当に。まあいいや、とりあえず新しいイベントは見れたんで、これでよしとしよう。ちょっと一回寝よう。ろくな町じゃねえなここは本当に。こんなのが町長なんて。やっぱり選挙したのかね、みんなでこの町長がいいって。住民もろくなもんじゃないな。選挙ってそういうもんか。当選するまではなんかいい顔して、当選した途端豹変するみたいな。で町長イベント終わったから何しようかって何も決めてないんだよね。じゃあちょっとヤーマスに来てロビンイベントを進めていきますか。まあ別にロビン入れるつもりはないんだけど、どこだっけ、ここだっけ、最初いた。ドフォーレさんもこんなボロ屋に1000オーラムも出そうって言ってるんだぜ。金もらって出てったらどうだ。え、1000オーラムって家一軒1000オーラムなの。お金はいいんです、おばあちゃんが寝たきりだからここから出ていくわけにはいきません。ほーれってこれどっちもいいんだよね、やめろ。老人をいたぶるとは許せん。ロビンだ、逃げろ。こいつはどっから出てったんだ。おばあちゃんもう大丈夫だ、あんな奴らは二度と近づかせないからな。そしてこいつはどっから出てどっから帰ってったんだ。この煙突かな、これ。ロビン様、おばあちゃん大丈夫か。
ダメだ、死んでいる、返事がない。さっきの悪党にやられてしまったか。一歩遅かったな、ロビンよ。ここのさ、敵も結構強かった気がするんだよね。大丈夫なのか。この草は麻薬の原料だぜ。だから金になるんだろうが、安心しな、誰も見ちゃいねえよ。私が見ているぞ。天知る地知る、ロビン知る。麻薬で人々の体と心を蝕みながら、己はぬくぬくと大金を得ようとは許せん。助けて、あいつに無理やり頼まれただけなんだ。あいつがどこの誰かも知らない。お前の船の船主はドポーレ紹介。結局逃げられてんじゃねえか、悪党に。捕まえろや、ロビン。だからもう次から次へとさ、問題が起きるんだよ。悪党を放置しとけば、また悪事やらかすに決まってんだろ。さーて、どこだっけ次。パブじゃなくて、ここら辺でいいんだっけ。あ、ここでさ、セーブしちゃうとさ、ハマる可能性あるよね。他のとこにしよう。一番上。聞いてくれ、このノイアーマスの町は自由の町だ。ドボレ紹介の町じゃない。やつらは西王様が禁じた麻薬の取引もやっている。モンスターとも手を結んでいる。モンスターと手を結んでるなんてさ、泣くなかったそんなの。ロビンは来ないのか。私たちの出番だな。悪人どもめ、かかってこい。一応3対1でのしてるからね。強いは強いんだろうね、このデブロビンも。いや実際ね、あの仲間にすると強いんですよ。みんな勇気を持つのだ。私はいつまでも君たちの仲間だ。仲間として味方だ。ではロビンと名乗る盗賊を法によって裁く。有罪。有罪と認める。火炙りだ。火炙りにする。ではその前に正体を見せてもらおうか。どうにもできん。解決ロビンがいる限りこの世に悪は栄えない。すげえとこから飛び降りてきてんなこいつ。お疲れ様、偽ロビンさん。どうなってんだ、ロビンが2人も。こうなっては仕方がない。先生方お願いしますよ。あ、これ秋川とロビンが仲間になってくれるんだよね。でこいつだけじゃないはずだから、もう風車とか何の役にも立たないんだけど、ほんとどうなってんの。発動のあれがわかんねえ。いやまあ普通にさ、こういう攻撃を受ければ発動するんだろうけどさ、 100% 発動しないっていうところがちょっと嫌だよね。てかデザートランスって防御耐性になるんだ。それは知らなかったな。で防御耐性は強いよ。寝ちゃったけどさ、ララバイ食らったから。てかエレンマジでミスがひどいな。え、こいつ結構強い。なんかナットとかさ、弱そうだからさ、ゲー全員寝た。誰も来ねえし、戦闘が進まん。そして結構起きたな。風車やってみる。超音波とか、そりゃ無理だ。こいつが強いんだやっぱり。全力でいこう。一体ずつ確実に倒す。大爆弾の方が強いのか、スカルクラッシュよりは。回転撃、ここはスネークショットだね。セルフバーニングなんて使うのこいつ。火炎、うおー一撃だ。セルフバーニング食らうぞこれ。215なんとか生きてる。スネークショット普通超強い。風車何の役にも立たん。
ネクション発動しろ。発動しない。角とかさ絶対発動していいでしょう。あれもしかしてさ陣形によって発動しないとかある？なんかカウンターが発動しない陣形とかなんかそういうのありそうだな。いやでもさ、じゃあ意味ないよねこのデザートランス。そのための陣形でしょっていう。こいつがおとりになるから役立つのであって。よし、なんとか倒した。なんとかでもないな。アルジャーノの方が強かったな。全体攻撃があったからね。で一応これね、さっきの倉庫行くとロビンかデブロビン、まあランダムだと思うんですけど、どっちかが仲間にできますと。まあただ仲間にしないんで、ここはこれで終わりにします。じゃあちょっと次はヴァンガードへ行ってヴァンガードイベント進めていきましょう。まあいわゆるホールネウスですね。まあ基本的なロマサガ3の目的はもう四魔貴族を倒してアビスゲートを封印することが第一目標なんで。まあ割とねイベントとして結構連なっていくのがヴァンガードイベントになるんで。登れた。でモーゼスに行きたいんだよね。ついでにちょっと話聞く、南のモーゼスの町では術師が2人町を二分して争っている。ヴァンガードの市長は自分のことをキャプテンと呼ぶ。大西洋を西へどこまでも西へ進むと世界の果てだそうですが、誰か見た人がいるんでしょうかと。一応これでもモーゼスが出たはずだけど、一応武器屋も覗いてみよう。ルツェルンガード、こんなんあったんだ。使わないな。ブリガンディ2400円、打撃の攻撃やや強い。あれ結構良くないこれ。22、魔法防御9で打撃が強い。騎士の鎧ってどんな感じだったっけ。ロードアーマーだしこいつ。ソルジャースーツだし。さら裸だ。18。あ、じゃあこれ騎士の鎧よりは全然いいね。騎士の鎧より上位版か。ぜひとも欲しいな。2400円、2つ買えるね。ちょっと2個買おう。え、ちょっと待って、こうか。でいらないのは売っちゃおうか。じゃあトーマス、どれか、ブリガンディか。でエレンもブリガンディにしよう。であるやつはじゃあ売ろう。スバイハンダー取っと。大盾、いや売っちゃおう。これなんかダメがデフォルトになってるからな。フルフェイス、なんかこれもあるやつ売っちゃおう。もうよくわからん。必要になったらなんか揃えればいいや。その都度スパイダーソードも結局もう使わないからね。1000円結構高えな。非売品だからか。チュリックと三日月刀いっぱいある。4本売っちゃおう。ブロードソードもいらないでしょ。ボーンブレストもいらない。で直径もなんか4つある。で魚鱗は必要。シェルブレーサーとか、いやいらない。お守り系はもっとこう。パルチザンもね作ったけど正直いらんからな。ヘッドバンドもいらない。リジットレザーもいらない。でコンボも10円とか安すぎるね。猫いらず売れるんだ。うどんもいらないから。で騎士の鎧もいらない。結構高えなやっぱり。よし5200円貯まった。これでブリガンティがもう2つ買える。そっか、ロードアーマー相当強かった。ソルジャースーツ脱ぐか。ブリガンディにしよう。で他のもいろいろ装備しよう。じゃあ魚鱗、お守りで騎士の鎧をブリガンディにして、 OK。 若干装備が整ったねこれで。じゃあここは出て、モーゼスに行きますか。じゃあ上の玄武術師から
ウンディーネ様、ここだっけ、ちょっとセーブしとこう、戦闘になるからな。ウンディーネの館、何者だ、誰でもいいさ、新しい陣形を試してみようぜ。こいつらもな、ほんと野党と一緒だからな。入ってきたやつにいきなり戦闘仕掛けるとかありえんだろ。一般人だったらどうすんだよ。たださ、ちょっとウンディーネ様のところに用があるみたいな感じで来たやつにも戦闘仕掛けんのか。弱えしこいつら。陣形変えるか。クソ、おやめなさい。弟子たちが失礼をしたようでお許しください。それにしても素晴らしい腕前、その腕を見込んでお願いがあります。南の術師ボルカノを倒してほしいんです。うん、まあいいでしょう。それじゃあ先ほどのお詫びと合わせて前金で2000、金もらえたっけ。そういえばやったぜ。でここはいけない。宝箱とか取れなかったっけ。イベントが終わってからだっけ。ちょっと行こう、適当に戻ってきてよ。上、左で、ここ登るとウンディーネのところかな。でここは行けない。早くボルカノを倒してきて。焦るなよ。ちょっと上行ってみよう。戻ってきた。左、下、またか。じゃあ左、結局戻ってきた。上、左、下、右で、ここ、これパクっていいんだよね別に。魔女の瞳、湖水のローブ、なんかローブ手に入れたけどどうなの。ノーラあたりに飛び去ってみる。魔法防具は、あ、水の攻撃防ぐっていうのいいね。玄武の加護を授かる。これウンディーネ用かね。あれ、これ下行くと どこ行くんだっけ。あ、一気にここに行くんだ。なるほど。じゃあちょっと南のボルカノのところにも行きましょう、せっかくだし。地図から行こう。で、これパークだっけ。全然違った。陣形変えよう、忘れないうちに。何がいいかな。ワールドウィンド、ワールドウィンドにしておくか。なんとなくミカエルは真ん中。館っぽいところにいるんだっけ。やっぱりここ。何者だ。ちょうどいい、新しいアイテムを試してみよう。ほんとモーゼスとか毒なやついねえな。何なんだ。普通の攻撃でいけるかな、まあ、かといってこいつらがいい技をひらめくかって言われたらそんな感じしなそうだし。結構強え。あれ、これウンディーネの弟子より強くないか。そんなことない、ただ攻撃をしてるからそう感じるだけかな。いや、全力でいこう。2人で来てる分なかなかやるぞこいつら。十文字です。大爆弾、固定ダメージだね。150前後食らう。クソ、やめろ。登場の仕方も一緒だし。手下どもが失礼をしたようでお許しください。それにしても素晴らしい腕前。
腕を見込んでお願いがあります。北の術師ウンディーネを倒してほしいのです。まあいいだろう、やってやろう。やった、また金もらった、ありがとう。これと手に入れてからさ、さっきの防具買えばよかったかな。まあいいか、金はあるに越したことはない。引けない。ボルカノの館ってなんかちょっと不思議な作りしてんだっけ。こう来て、全然不思議な作りでもなんでもなかった。あ、無理か。俺たちはボルカノ様のとこで視聴術を学んでいる。お前学んでるっていうかさ、確実に宝箱のバンさせられてるだけだよ。これこのままずっと上でいけたっけ。あ、いける。あ、そうそうそう、ほらなんかここに出てくんだよね。今ここで戦わない、早くウンディーネを始末してくれ。焦るなよ。あ、でこっちはいけない。そう、ここがなんかねちょっと不思議な作りだよね。まあ、これも術によるものなのかどうかちょっとわからないけど、で一応こいつらがなんで争ってんのかっていうのはなんかパブとかで情報が聞けたかな。てかむしろ情報を聞かないと先へ進めないかな。いらっしゃいませ。術、あれ、太陽と月しかない。お前ら主張術やってんじゃねえのかよ。いや学んでるところだからまだ売り出すほどではないのか。いらっしゃいませ。何か情報は。ウンディーネとボルカノは死者の井戸の中にある何かをめぐって争っている。四貴族の時代には病人や年寄りは生きたまま死者の井戸に投げ込まれたそうだ。町の真ん中の孤島にある井戸は死者の井戸という、その昔死人をあの井戸に投げ込んだらしいの。だから町の者はあの島には近づかないよ。あ、島なの。僕に構わないで。この少年は気にしないで。あ、一応見ていくか。金も手に入ったことだしな。術師のローブ、火星の砂売ってんだ。火星の砂は確か地層が火に変わるんで、無理やりね地層を変えて敵のヒットポイント回復とかを妨げることができたような気がする。いや私だ、ちょっと通してくれ。ちょっとしかどかねえな本当に。こいつもっとどけよ。ボルカノの命令だ、あっちに行っててくれ。はや、ウンディーネの命令だ、あっち行っててくれ。というわけで一体この井戸に何があるのでしょうかと、いうところで、じゃあちょっと今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。